おはようございます。ウェザーニュースキャスターの高山奈々です。7月29日木曜日の全国の天気をお伝えします。まずは予想天気図から見ていきましょう。朝9時の予想天気図となっています。台風8号は温帯低気圧となりました。ただこの元台風8号に向かって暖かく湿った空気が流れ込むことと、上空には寒気があること、また地上付近では気温が上がることで広く大気の状態が不安定となります。急な雨などに注意が必要です。では全国のお天気アイコンで確認していきましょう。こちら見ていきますと、晴れや雨のアイコンとなっているところも多くなっています。特に東北、東日本方面、そして西日本は山沿いを中心に天気の急変に注意が必要です。日差しが届くところも多くはなるのですが、急な強い雨や雷雨となる恐れがあります。空の変化に十分お気をつけください。また北海道は湿った空気が流れ込む太平洋側などを中心に雨が降ることがあります。北のエリアほど日差しは届きますが、暑さが続きますので熱中症対策が欠かせません。またその他、東北から九州にかけても厳しい暑さが続きますので万全な熱中症対策を行いましょう。そして南西諸島方面ですが、沖縄本島ほど雲が広がりやすく、ざっと強く降る雨などに注意が必要です。以上、全国のお天気をお伝えしました。